はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はしらす高校投手でやっていきたいと思います。投手は初ですね、マジで。で、デッキの方はこんな感じにして、とりあえずね、永久期間の2人を入れてます。友沢がね、野手キャラで、風薙も野手キャラなので、この2人が永久期間になってますね。で、彼女キャラとしてルナちゃん連れてきて、前変化球の神楽坂くんと、守くん球速用ですねと虹谷で、組んできました。とりあえずちょっとこれでやってみようかなと思います。で、彼女キャラがルナちゃんなので、お守りが必要ないので、今回は、こっちのお守りを持ってきてます。試合で勝てるように野球神のお守りを持ってきてますというところですね。じゃあ最初の練習は、ルナちゃんの評価を上げていきましょう。一応ね、いろんな人が言うにはやっぱり強いキャラは作りやすいみたいですね、しらすの投手。もう高校の性質上、スタミナにするか、ルナちゃんの評価を上げるか。やっぱり早めにルナちゃんだな。ここでね、さらにナギちゃんとかを入れることができれば、チームランクが上がった時にやりやすくなるんですけど、ちょっとナギちゃんは持ってないので、彼女キャラは今回はルナちゃんで来てますと。青、おー、友沢か、いいね。ここは青でいいでしょう。ただこの経験点だと6に取れないと思うんだよね。何も取れねえか。何も取れないんで、運だな。運でいきましょう。コツ、打たれ強さ、普通かな。だからね、あとはもう骸骨をどれだけ取れるかっていうところですね。で、風薙に関しては復活なので骸骨ないでしょ。で、守君に関してもマインドブレーカーなんで骸骨ないでしょ。取れればだけど。取れない可能性があるからね。神楽坂くん、コントロールそんな良くないんだ。じゃあ神楽坂くんでいきますか。二人強さがまたかい、4になってしまった。これはちょっと精神がたまったら4で取っちゃうか、さすがに。球速とかがね、どう関わってくるのかちょっと分かんないんだよね。守備力、普通に守備だね。 7% か。守備はさ、上げたくないよね。 E とかまでだったら上げとく。ちょっとみんなの守備力見てみる。デッキの方で見ますか。守くんの守備65。これあれだよね、デッキとしてのあれだよね、65だからチームメイトとして 見ないといけないのか。48、 E に上げただけだ、無理だな。虹谷は、あ、そっか、さっき虹谷か。で、神楽坂くんは42、ルナちゃんが48。ちょっと厳しいね。守備はどうしようかな。もう友沢とか絶対無理だから。てか友沢とかじゃなきゃあれか、永久期間か。妄想、微妙な体力量なんだよね、確かに。でもこちら辺だと 2% だから、この2つが 7% か。でもな、1人しか評価上げられないしな。ちょっと妄想するか。後イベは少し重いからね、今回。やっぱね、友沢とね、守君は強いんですけど、ちょっとイベントが重いっていうところがありますね。どうしようかな。追ってやるか。永久期間にはね、お世話になるからね、この先。友沢に恩を追っときましょう。ちなみにさ、守君とさ、友沢君のコンボって、前イベ、後イベ、どっちだっけ。青があるね。スタミナルナちゃん。ルナちゃんにスタミナ負けてんのか。いいけどね。さすがここは
友沢だね。総変化量ゼロゼロだけど指導すんなか友沢に。お、パワーが上がってくれた。 OKOK、 これで友沢と風間投げがねめっちゃ強化されてくれれば試合にも勝ちやすいと思うんですけどね。でここはねモテモテがいらないんでね、どうしてもまあ、ちょっと無難なものを選んでおきましょう。体力を削られるよりはこれムード丸になっただからねまあ悪くはない。で赤い130上げられる。ちょ、休息骨をね、全然ダメだ休息骨があるからな、やっておいても。休息骨1ってさ、ちなみにどうなの、どんくらい減るの、意味あるのっていうとこだよね。まあいいや、やろう。よし、休息骨1で青、永久期間重なげ、やっぱこの2人だよね。結構来るね。友沢今結構強いんじゃないか。 12% か。休息、無理くりやるべきか、おとなしく妄想するか。さて悩みどころだね。 12% ちょっとやってみる爆弾を抱えてしまった。無理やり練習したら伸び OK。 北風と太陽の方か。まあただ前出はね、風投げも軽いんで、まあ、全然なんとかなりますね、気にしないでも。青コントロール、これはさすがに無理。寝ておこう。青いいね、風投げさすがだ。永久期間2人いるとね、かなりの確率で青が発生するんで。呼吸が上がったのか、闘志。おお、体力が減ってしまった。ちょっと厳しいね。神楽坂くんの妄想か、特にデートもできるわけじゃないしな。もう一回寝る、ちょっともったいないけど、まあ、しょうがない。まあここは笑顔だな。よし、タイピン。コツはね、ちょっとつかめるうちにつかんでおきたい。特にタイピンとかはね、5とかで取りたいからね。おお、ここは評価が上げられるね。評価重視でいこう。かまわん怒りの評価がどんどん下がっていく。コントロールとミートと調子ね。え、俺出るんだっけ、ちなみに試合に。一応変化球1個覚えとこうか。フォーク弱いよな本当に。その分風投げと友沢が活躍してくれれば点を取ってくれる風投げと友沢が点を取ってくれたかどうかは知らないけど、いや、いいね。お、青青青、友沢か。まあやっとくか、守備だけど全然いいでしょう。あ、リリースとかそろそろ潰せそうだよね。要所、何が上がった、筋力精神か。回復しておこう怒りくんとかこいつ何なんだとか思われてそうだよね。これは効かないと。ここでね、伸び骨が1手に入るんで、赤いスタミナ、スタミナの方が上げやすいかな。5あるもんね、だって。え、5ってね、5あるってことだよね。5個持ってるってことだよね、総変。ちょっとわかんねえわ、変化球。そうだよね、総変化量だからね。総変をこっから4上げるのはちょっと厳しいよな、変化球。
足んないから。あれちょっと待って、いくつだったっけ。スタミナに行こう。49 B 近くまで持ってかないとダメか。いける？いや、いけなくね。え、いけないわ。え、じゃあどうする。普通に赤コツ。リリースはじゃあ絶対掴んでおこう。リリースは絶対掴む。守るくん、まあ最悪確かに赤コツでもいいかもしれないかな。タイピン、よし。タイピンか休息は絶対もらえるからね。まあね、コツがね絶対もらえるっていうところは、まあ、利点ではあるよね。で、虹谷はドクター K にしないといけないから、どうしようかな。ショートにしておくか。敏捷ポイント、ルナちゃん走者釘付けじゃなくて今回は別に変幻自在でもいいんだけど、あれが来てないね、告白が。いや、やっぱり永久期間いいわ。順応、敏捷くれるし。でここはどうする。なだめとく。なだめよう。これで打たれ強さは5になったんだよね。で、風投げがこれで終わって、これ完全に風投げ終わったよね。神楽坂くんのイベントが1個も来てないのか。結構敏捷ポイントありそうだよね今。これは無理だね、さすがに 24% は厳しい。友沢はもう評価は乗ってるから、守るくんルナちゃんとかな。あー、もう少しとこう、とりあえずこっちか。よしよしよし、これでね回復ができるんで、これでかい。で、さらに妄想用の回復があるんで、だいぶ回復できたね。うーん、ルナちゃん来ない。ちょっとそろそろ怖くなってきたな。虹谷か。コントロールコツもなあるしな、奪三振もな、最悪1で取るっていうのもありかもしんないね。キレもな。投手は確かに赤コツも悪くない気もするけど、一回やろう。一回虹谷に関してはもうどれ来てもいいからね。奪三、そのコントロールコツと球速コツが1。あー、ルナちゃん来てる。これやろう。もう妄想いいね。そうかそうかそうか、これでいけたのか。俺が出す。妄想だからね、あくまでも5億とか妄想の話だよ。現実に出すとは言ってないから。で、青、虹谷がいけるか。なんか潰しとかなきゃいけないやつ。打たれ強さいいでしょ。タイピンも別にまだ2だからいいでしょ。打球反応とかさ、どうだろうね。今回敏捷いっぱいありそうだから、ちょっと取っとく。まあ、ルナちゃん最悪ね、別に走者釘付け取んなくていいから。投手2か。それでも100近く使うんだよね。まあ、リリースは取ったでしょ。奪三振もさすがに1はきついよな。勝ち運は取ろう。まあ、復活別にその骸骨がどうとかっていうわけじゃないけど、ちょっと重いね1だと。やっぱり要所なんで4になってんだっけ。わからん。あとバント封じか、これも取っておこう。内角もね、まあわりかし軽いっちゃ軽いけど、順応はそれでもまだ結構ある。60、100近くあるね。100近くあると置いといてもいいような気もするんだよな。緊急登板もなんだかんだで100超えてるからな。あ、まだね、わりかし序盤なんで。あ、こうカフェイスね。どうするよこれ。まあいっか、置いとこう。2が来たら確実に掴もう。じゃあ兄さんに行きましょう。
逃げ玉、逃げ玉もね結構技術使うんだよね。ちょっと怒りが進んできてるね。球速が全然上がってないからな。144ないとねちょっと成功率が厳しいんだよね。このクリスマスイベントとお正月イベントでどれだけ筋力稼げるか。球速これやろう。ちょっと待ってね、もう来たら嫌だから上げとこう。うわ135か。なんかいろんなところに人がいるな。ここやりてー、マジやりてー。いやこれはこれでしょう。もうマジで目先の経験点に俺は飛びつくからな。ライジングキャノンか。危ない危ない、急速。よしよしよし、であとどうなってんだ、イカリ君のイベント的には。よっしゃ大吉だ。球速がな1上がったからな。139、足りない足りない足りない。ルナちゃんの変化球か。もうみんなとりあえず評価はなんとかなってるから、おっとやっぱねこれは無理だよ、この球速は無理だね。これ前指か。このイベントもね強いからね。何より対強打者をね3でつかめるっていうのがでかいよね。どうする、永久期間友沢、対強打者はさっきもらったんで緩急どうかな、1でいいかな、いいか取っちゃおう。三振やっぱ重いよな。逃げ球はでもまあそれなりか、取ろう。対強打者も取るでしょ、順応か、いいや取ろう。さてここはちょっとこれでいきます。ポーカーフェイス友沢らしいな。そう、あとね永久期間が言うとねチームランクがやっぱり上がりやすいんだよね。虹下にワンタックなんで、まあこれはこっちでいいでしょう。ポーカーフェイスはつかみます。そうすると投手と被るのか。でもまあポーカーフェイスを掴んでおった方がいいかな。あと風薙くんね、どんどん強くなってくれれば。ミート13ってことはさ、もうあれじゃないか、こいつミート100になってんじゃないか。ルナちゃんのねデートもね進めなきゃいけないからね。絶対勝ちたいからな。でもな、いいにしよう。5しか変わんないからね。で神楽塚くん1回目ですね。キレがないんだよね。また赤変化球っていうか、まあ無理だけどさ。ダブルタッカー悪くないね。1月の4週か。メンタルも別にって感じだしな。ルナちゃんちょっとな、デートで回復しないのが痛いよな。2月の1週はデートしたくないからね、2回目の回復に入るから。とりあえず、おこれ友沢くんいいね、これで練習できるでしょう、ありがたい。で俺自身をどうしよう。
まあ、変化球フォークは4にしておく。まあいつも通りにするか。またじゃあスラーブにしようか。ちなみに俺って先発なのそもそも。タレンな。おお、いいね、めっちゃ点取ってくれんじゃん。まあ、野球神のお守りありだけどね。で、バレンタイン前なんで普通に練習していきましょう。ここはもう普通にダブルタックルいいね。あとはここで失敗しないこと。失敗しだした。マジか、怒りも失敗してるかな。2人とも失敗したか。いや、いいね、めちゃくちゃ回復するわ。で、永久期間の友沢痛い。肩が痛い。伸び4か今。永久期間友沢ダブルタックにはなってないからな。でもコントロールこれすげえな。神楽坂くんの技術ボーナスもついてんのか。風投げはねプラゴでお借りできたんで技術ボーナスありなんですよね。でもな、永久期間友沢がいるからな。ちょっとあ、伸び5か。これでじゃあ置いといていいや。無理やり取る必要もないので、手応えは取っちゃっていいかな。よし、これいこう。永久期間友沢、肩が痛い。大丈夫か。いろんな意味でちょっと不安が残るからな今回。でここで青、まあさすがに無理だからデートをして回復しましょう。臨床具合によってはどうだろうね。走者釘付けも視野に入れてもいいと思うんだけど、クイックのコツが取れれば走者釘付けでいきますか。でここはもうストレートを鍛えてもらおう。虹谷に関しては最悪赤コツもありだよね。体力回復イベントだったけど、まちょっとしょうがないね。これは赤原の評価だけか。誰、守くん、神楽坂くんか。神楽坂くんを1で取るかって言われたら、あと総編1上げればいいだけでしょ。守くんはな、球速コツ、そう球速コツなんだよな。ちょっと計算式的なの。要は球速骨が1上がるとどれだけ軽減されるかっていうところなんだけど、もういいや、神楽坂くんでいこう。というわけで変化球上げられるよね、スラブ。よし、これで OK。 神楽坂の変化量が8上がったとかさ、異常なんだけど。どういう指導したんだ。こいつ指導力あるな。ルナちゃんのスタミナ44か。急速にね、結構筋肉使っちゃったからね。いける。だってワンタックワンタックだから、まあこっちでいいでしょう。あ、あれ玉取ってなかったね。まあいいか。ミナが35上がったとかね。あ、キレきた。よしよしよし。偵察とかってどうなの、そのやっぱりあんまりやっちゃいけないのかな、ちょっとわかんないけど。
マモルくん、コントロールがあんまりよろしくないのか。虹谷、スタミナか。なんでここに3人いるんだろうな。隣に来てくれよ。虹谷のスタミナ上げとく？どっちがいいんだろうね。まだコントロールいけるっちゃいけるからな。55。あ、無理か。55までは上げらんねえか。上げられるわ。ちょっとこっちにしとこう。虹谷くんにします。あれ玉筋力22で取れる。あ、取れるな。取ろう。で、キレか。キレは筋力使わないからね。よし、これも取ろう。 OK。 虹谷スタミナはね、ちょっと直上げができるんで。1しか上がんなかったけど。低め OK。 筋力精神いいね。さらに総合力は B。 おお、一緒に食べよう。で、カザナギ友沢いいね。永久期間肩32。低め、あー、しまった、忘れた。絶対ね、1サクセス中にね、1回はやるよね。低めはね、もう3で全然いいんで。あ、3じゃなくて2でも全然いいんで。おお、ドクター系かなりつかめたね。もう1回欲しいよな。これはちょっと無理だから。で、まあちょっと5になってるの取っとく。そろそろこういろいろ最終的に合わせていかないといけないからね。尻上がりも取ろう。ちょっと脱案は置いときたいよね。こんなもんか。ルナちゃんデート2回、3回目4回目5回目、まあ、月1くらいでデートしていかないとちょっと厳しいか。ここでタイピンが取れたらタイピン取っちゃう？タイピンいくつになるんだっけ次。4とかになるよね。違ったっけ、まあ、勝てればの話だけど。ほら、一応1球落としてボール球に振れ、振らない。でもう1球ちょっと高めをやって振れ、振らない。天下の宝刀フォークで決める。おー、危ねー。そんなに負けないけどね、たんまーにやっぱ負けるんですよね。いやー、いい経験点だよ本当に。これどうすんだっけ。マグロフォローすればいいんだっけ。忘れてしまった。あ、そうそう、こっちで体力をね回復したかったんで。で、神楽坂くん、オッケー。とりあえず成功したんで、青いね。 33% か。やっぱりちょっときついよな。一回休息挟む。デートで体力が回復できないキャラはちょっと辛いね、この高校は。2自体のコントロール A とか。とんでもねえな。まあ、ちょっと行くか。重い球、よしよしよし。ヤビくんってどうなんだっけ。とにかくね、体力を回復してもらいたいんだよね。敏捷。それも悪くないか。うわ、みんな強え。天空中央とか。天空中央、虹谷がいないからね。どうする。天空中央やる。超強敵でしょ。俺が点を取られたらまず終わるからな。いくらなんでもね、打撃でね、そんな何点も期待はできないから。少し上げられるだけは上げておこう。じゃあスラーブ3にして3球種目を取っておこう。
シュートとかにする、高速シュートに、あ、スクリューにしよう、せっかくだから。俺左か。全然気にしてなかったわ。でコントロールもじゃあ死にしておく。ちょっと待ってね。そうか、指導があるからね。他のものに使いたいといえば使いたいんだよね。脅威の切れ味はじゃあ取っとこう。重い球も取っておくでしょ。まあこんなもんか。よし、虹谷じゃなければ打てるはずだ。頼むぞ、茂木くんとかいうわけわかんないやつ。おお、いいね。俺降板してるけど。最後マグロくんになってた。おお、いいね。青、お、変化球 5% いける。変化力8上がった。速球対抗心、精神とかにな、あ、来てくれればいいんだけど、ちょっと無理だね。これはもうさすがに無理。ルナちゃんもな、ちょっとデートをこなしておかないと不安だからな。この高校はそうっすね、やっぱり回復系の彼女がいいですね。5月の3周赤い神楽坂くん、総編14か。もう寝るしかない。ちょっと休息が多くなっちゃうね、やっぱり。赤いスタミナ、スタミナ90までには持っていけないよ。まあここにダブルタックがいるんで、こっちでいきますか。で、ね、ここはね、体力をね、減らしたくないんで、上にしましょう。青い。ルナちゃん。こっちは一人。ルナちゃんでいきましょう。牽制。さて、クイックのコツがないけど、どうしようかっていうとこだよね。まあ、まだ6月だから7月にデートをすればいいか。そこまで置いとこう。14% か。14はやっぱきついんだよね。また寝る？妄想するんだったら寝た方がいいよね。だって、おい、これでね、不眠症がつくのが最悪だからね。ワンタックだったらな。でもまあ休息か。ちょっとあんまり言ってかさ。技術すんげえあんな。精神が足りてないのか。低めとかはね、直撮りしてもよかった。ちょっと牽制置いとこう。またドクター系もまだ取ってないもんね。黒パイ、ちょっと技術あまりにはなりそうだね。技術をね、消耗しようとするとどうしてもね、精神も上げていかないといけないんで、ちょっと厳しいな。急速上げていくか。急速っていうか筋力。でこれは子猫ちゃん、ここでは飼えないよ。変化球赤い。神楽坂くん、何かあったっけ、取んなきゃいけないのって。玉持ちとかな。ちょっと1で取っても重いかな。どうだろうな。まあいいか、こっちとこう。奪三振。そうか、あったか。忘れてた。ありがたい、この奪三振はマジでありがたい。7月の1周
脱三振は2だとどれくらい？まあまあか、ドロー、ドクター K も取っちゃおう。でね、復活があるんでね、ちょっと精神足りないよね。取ろう、取れるときに取っておこう。もうしょうがない、こんなもんか。技術がやたら余ってんな。うーん、寝るしかない。ちょっとしらす難しいな投手。頼んだぞ。ちょっとチームメイトのみんなのデータを見てみる。イカリ君やる気ねえな。球速134キロとかイカリ弱っあんまり指導してないからイカリ弱い。虹谷は球速がちょっと遅いけど他強くなったね。神楽坂君スタミナがないけど変化球がすごい。コントロールも回る。ルナちゃん、うわ変化球が全然だね。まあ俺が投げるからいいんだけどさ。赤原強いね99、96、守備90とか。ファースト、まあ一般人にしては全然。なんでさ、ファーストのくせにこいつ守備91もあんだよ。こいつ悪くないね強い、モブ強いぞ。ススキめちゃ強いこれはそっか、だからあれか、そのモブキャラが強くなるからあれしかないんだね、きっと。サクッとしかないんだね。トモザーとか異常なんだけど、こいつ超強え、マジで風薙、風薙がちょっとあれか、あんまり永久期間をやってなかったけど、ミートがもう。でもさ、ショートでさ守備 A あれば全然いいからね。成田くん、いや、みんないいよ、強いよ。並木くん若干弱さを感じんな。やべは、やべ強えわマジでこいつこの高校超強い。1年組が弱いのか、だから1年生とか。けっただ変化球が異常なんだけどこいつ何なんだマジ。スロースターだ。期待はできるよね、期待はできる能力はある。あとは俺がどれだけ抑えられるか、ここに全てがかかってんな。お待たせいたしました。いきなり来たワンアウト1、2塁とかさ。赤原ってでもキャッチャー持ってたよね。うまくリードしてくれると思うんだけど。ファール、落とす、ダメか。ちょっと1球ストレート、だいぶ球数を投げてしまったな。スタミナがね多くはないからね。別に対左丸持ってやがる水谷とかいうやつ。 OK、 点を取ってくれるね。タイピンは取ってないんだっけ、精神足りてないからか。そうか、神楽坂くん枠をちょっと。すげえいい守備してるわファーストのくせにだノーアウトとかやめてほしいよね。まあ、復活があるから多少はなんとかなるか。これあれだな、カウント的に走られたな。神楽坂くん枠をなんか精神系の人にしてもよかったかもしれないですね。まあ、かといってね、カオルちゃんとかだとかぶっちゃうからね。金徳が復活、復活で マインドブレーカーがあればな。みんなの心をへし折ってやったのに、俺の心がへし折られそうだけど。プレー、よーし、復活いいねやっぱりOK、点取ってくれるわ。あくまでラズベリーに対してだけど。ただ試合はやっぱり長くなりそうだな。メンタルに来てるね、イカリくんか。ちょっとこれは一回メンタルをやる、それとも少しでも稼いどく筋力を。友沢 IQ 期間こっちだな。玉持ち
精神を50。あ、そうか、イカリ君あれか、50くれるキャラか。さて、ルナちゃんもそろそろデートをね、忘れないようにしないといけないんで、変化球ポイントもね、そんなに余ってるわけじゃないんで、変幻自在取ったとしてどうだろうな。敏捷はでも95あるからね。やっぱ走者釘付けにするか。走者釘付けは技術もね結構使うからね。お待たせいたしました。よし、1点2点強い。シラスの援護強えぞ。きちんと鍛えておけば。でやっぱり永久期間は入れるべきだね、シラスの投手に関しては。どれだけ指導できたかがやっぱりポイントになるからね。打たれたー、あぶねー。 OK、 こんなヘナチョコキャラに持ってかれるとこだったよ。ノーアウトとかってね、ほんとなんなの。くれ、くらない、高め、よーし。やっぱ赤原のキャッチャー効いてるかな。まあ復活もねあるからね。やっぱりねキャッチャーにね、キャッチャー丸以上あると違うよね。まあ、トシ君とか球界の頭脳持ってるから全然すげえんだけど、それ考えるとね、やっぱり二宮がねカスなんだよね。ボロクソに言ってるけど、マジあいつキャッチャーとしての才能ないから。よーし、うわあ、小田切君か。小田切君って何持ったっけ。打撃的なものはないのか。守備職人とかはね持ってるんだけど、守備要員か。ミートそこそこ高いね。 C ある。よし、なんとか予選は勝ち抜いてるな。3周赤スタミナ90は無理けど、こいつはコントロールコツをくれる。ただデートもしなきゃいけない。怖いからデートを終わらせておこう。よし、ここはせっかくなんで走者釘付けでいきましょう。クイックのなコツがな取れなかったけど、一応置いておこう。クイックのコツが来るかもしんないんで。ちなみに走者釘付けってさ、いくつだったっけ、その骸骨なしでいくと。120くらい使ったような気がするんだよね。ちょっと待ってね、足りるか。136あるか。120だよね、やっぱりタイピン3か。1ちょっと取っとこう。この試合でタイピンが発動するように。玉持ちとかってどうなんだろうね。もうここまでくればさ、対コンピューター用にちょっとやっときたい気もするよね。球速140にしておく。スタミナ C にしておく。よし、これでいこう。技術が余っちゃってるね、やっぱり。マグロくんって前キャラだっけ、後キャラだっけ。前キャラをね交換したいんだよね、神楽坂くんと。とはいえ神楽坂くん入れててもこの変化量だからな。そうすると今度変化球が厳しくなるか。なかなか難しいね、やっぱり。決める。よーし、うおー、出た。小平くんはね本当に嫌だこいつ。なるべく振らせていこう。よし、よく回ってくるな。カラスマ、カラスマとか言って、パワー B あるんだこいつ。ピッチャーでさ、野手能力もさ高いってずるいよね本当に。
ノーアウトとかだからさ、やめてくれっつーの。振らないね。ゲー、やばい。際どいとこだね。じゃあさ、ツーストライクになると振ってくるからね。まあ1点献上か、しょうがない。振らないね。やっぱりコンピューターレベルが上がってくるとね、こうボール球とか振んなくなってくるからね。よし、なんとかここは1点で抑え切った。もう1回か、しかもノーアウト。ゲバントとかひどくない？もうちょっと1点もやりたくないね。9回だし。 OK。で次は波動か。波動もね、金原がいるからね。こうアベレージヒッター系のねキャラはね、ほんとやだ。パワーヒッター系より怖い。コントロール永久期間風投げ A13 とかそれは無理無理だけど、どうする、やる。風投げにかけるか、それとも安定的にコントロール1をもらっておくか。コントロール1もらっとこう。ポイントもね、ちょっと稼ぎたいしね。よし、キバ。どうなってんだかよくわかんねえわ正直わからん。スクリューを、じゃあ3にしておきましょう。急速かな、足りてないね。まあ特能にねかなり振っちゃってるからね、経験点を。基礎能力が弱くなってしまうのはしょうがないけど。ツーアウトランナー二塁という場面で大関、投球これから2球目、ストレートで送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第4球を投げた。ストレートは下位打線だからな、抑えたいよな。2ボール2ストライク打ちました。第6球を投げた。打ってくるね。ちょっと待って、おっと水取りか。対左持ってんなこいつも。第2球投げた、インコース低めストライク。上松フレップ簡単に追い込んでいます。てかなんで水取り8番の中にいるの。内角低めいっぱい見逃し三振。お、キバから打てないね。さすがだな、やっぱりキバは。爆速はね、もう本当最初の頃全然打てなかったからね。パワコーでのその甲子園に出るっていうのがさ、超難しいんだよ。シラス、なおもピンチが続きます。さあ次の投球見送ってストライク。しかし9番バッターのラッキー、なんとかなんとか振ってくれ。振らない。さあ5球は5球目、低め空振り三振。上松だってまだヒット3本だもんね。風投げ、矢部と上位打線にもあるね。まあ俺はしょうがないとして、無理か。キバ BB パワーヒッター持ちか。一つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。第5球、振らないね。チャンス20丸、慎重に攻めてきます。マジか。よし、空振り三振。上松、おー、ようやく1点取ったけど、こうノーアウト2、3塁って。ノーアウトランナー2塁3塁流し打ち。ノーアウトの段階でね、3塁にねランナーがいられると超厳しいんだよね。今危なかったな、すっげー危なかったな。セカンド助けられた。おー、いいね、前進守備ナイスだ。なんとか打ち取ってる。復活があればね、スタミナ多少低くても全然なんとかなるね。よーし、いやー怖かった。
またかよ。キバはさすがに、あ、こいつ走られたな。おー、いいね。うちのファーストはめちゃくちゃ守備力高いからね。インコース低めに入れてきました。空振り。そう、タンダを打たれてもね、球速遅かったりね、赤原のね肩が悪かったりすると二塁に走られるんで、そうすると出番が回ってくるんですよね。決まってストライク。投げた。まっすぐ見送ってストライク。走者釘付け、そういう意味で考えるとかなり重要だね。いやー、きつかった。やっぱり牙を打ち崩せるかどうかだね、ポイントは。あれだけの能力があって1点しか取れなかったから。赤いコントロール2チッタリか。どうすっかな、コントロールもう1個取っとく。あー、すげえ技術ポイントくれんな。いや、マジで技術余りになるわこれ。よし、コントロール、徐々に徐々にコントロールコツを上げていく。ちょっと能力を見ていきますか。コントロール変わった？変わってないよねこれC くらいじゃまだ変わんないのか。経験量がね、パーセンテージだからね。あー、走者釘付け取っちゃっていいかな。てか敏捷ポイントってもう使わないよね。牽制があったとしても他0000、手応えとかももうすでに取ってあるからね。じゃあいっか、ちょっと技術ポイントを消耗する意味で走者釘付けを取っちゃいましょう。で、さらに牽制も取れるんで、牽制も技術と敏捷しか使わないんで、よし、だいぶこれで技術をはけたな。対左か、まあいいや、一旦これでいきますか。特能がやっぱすごいねすんげー取ってる気がする。こっからそう、やっぱ強くなるんだよね。怖えよな。走者釘付けあるからやっぱりモーション早いわ。おお、食らいついてくるね。そうそう、こいつ威圧感持ってんのか。そうか、投資がないからな俺、威圧感を封じることができない。あ、普通のね、サクスペっていうか、なんていうの、みんなが作ったキャラだと威圧感キャラなんてそうそういないんで、別に投資はいいんですけど、育成中に威圧感を持ってるキャラはちょいちょい出てきますからね。おっと、危ない。あのボール球を当ててきたか。シラス逆転のピンチです。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で周囲投げた内角高め。大体さ、こいつもさ、ピッチャーのくせに CCC とか。第4球をよーし、空振り三振。最後は今シーズン1点、打って、よし、取ってくれた点は取ってくれるね、割かし。で、一回ちょっとメンタルを挟まないと無理だけど、どうしようか。神楽坂くん、あ、これはもうこれやっちゃおう。技術もまためちゃ稼げたな。もう次はね、さすがに練習できないんで、変化球があるから、まあ、これは上げていきますか。どっから上げる？スクリューから上げていく。あとなんだ？あ、スラブか。一応444にはなりましたと。超スローボールとかね、めちゃくちゃ技術をはけるんだけど、ただいらないからね、超スローボールなんて。査定だけを考えるんだったら超スローボール取ってもいいかもしれないですけど、ゲッノーアウトだ。取れ、頼む、取れなかったか。
ト2ボール2ストライクです。よし、持ち、持ちもな、能力自体はな厄介だからな。第2球ボール決まってストライク、これで追い込みました。高めボール、カウントは1ボール2ストライクです。第5球投げた、打ちました。1、2塁間のゴロ、okay. アウト、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。スクリューから入ろう、投げた、アウトロー見送ってストライク、まずは入れてきました。流し打ち、うまっ、よし、これです。なんとか、おいおい、ノーアウトっていうのが多すぎだよ。ノーアウトランナー2塁という場面で2人、最初のまたそれだけ打たれるんだろうね。打った、流し打ち、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ストレートはボール、まずは膝元、見送ってストライク、投球はこれから3球目。第4球は空振り、第5球投げました、大体空振り三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは後半、第1打席はライトフライに倒れています。見送ってストライク、第3球をフォーカーストライク、バッター追い込まれました。これも取れるはず、取れない。ボール、カウントは2ボール2ストライク、低め、空振り三振。やっぱりフォークだね、フォークは使えるよ。よし、なんとか後半はうまく抑えてくれたね。まああとね、サクッとだからね、きちんと抑えることができれば 40% はもう絶対無理。もう絶対無理だよこんなの。経験点は入ってくるんで、投手でも。あ、そうか。怒りがいないんだ今。向こうのチームには変化球が108だから第2球種取るか。うーん、ムービングファーストがエピローグポイントで取れそうだね。変化球ちょっと余りそうな気もするからな。球持ちをじゃあここで掴んでおいて、クロファイか、クロファイも掴んでおくか。そうすればツーシームだったら60で大丈夫だからね。他になんかあるって言われたら別にない。でここでちょっとポーカーフェイスじゃなくて、ちょっと精神きついんだけど投手にしよう。あー、タイピンは丸になっちゃうかね。そうするとじゃあ145までは持ってけたといえば持ってけたか。お待たせ、全国、お、いいね。点は取ってくる、7位とかやだわ。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で7位、第1打席はショートフライに倒れています。7位は本当ツーイエーガンな。打った、引っ張った、前進守備だった。1点返しました。二宮もね、ただアベレージヒッターを持ってるからね。これはボール、カウントは1ボール1ストライク。だいたいさ、甲子園決勝になるとさ、コンピューターレベルも高いからさ、外角低め、ボール、カウントは3ボール1ストライク。第6球はランナー一斉にスタート。フォアボール、フォアボールです。これで塁が埋まりました。知能性パワー A なんだ。こいつストライク、キレのある変化球。次が4球目、変化球、よし、空振り三振。まあまあまあ、なんとかしょうがないよね。あ、いいね。最後五十嵐はね、ミュートが全然ないんで、ジャストで当てられない限りは大丈夫かな。1三振、第4球を低め、外れてボール、わずかに外れました。カウントは2ボール、ゲー当ててきた。まあいいや、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。さあ次の投球、ちなみにムード丸って誰が持ってるの。1球1球1球勝つ気台投げ込みます。マウンド上は上松、ボール、平行カウント、第5球投げました、打った、アルボール、なんとか打ちました、なんとか、よしよしよし、風間に1塁、勝った。ただピッチャーはね、1失点すると結構減るからね。といってもでも95もらえたか、もっと減ると思ったけど。ドラフトはね、試合数が多いんで、もうこれ1位は鉄板っすね。
まあ、復活があるんでね、ちょっとスタミナは少ないけど先発にしておきましょう。変化球ポイントかな、どうだろうな。あ、そうそうそう、打撃が A になってるってことは何くれんだ。クロスキャノン、まあ、今回ね金徳関係は2つ失敗してるからね、8000超えですね。まあ普通にやって8000超えはするか。クロスキャノンちょっとまず最初に取っておきましょう。お、精神を使わないっていうところがいいね。内角もね軽いっちゃ軽いんだよね。あ、でも精神の方が使うのか。第2変化球じゃなくて第2ストレートはもらっておこう。これはムービングファストだな。技術を使いつつ変化球も使って筋力をそんなに使わない。よし、これにしよう。だってもう次は上げられないでしょ。スラブ215とか上げられた？ちょっと待って、ムービングファースト上げられるわ。はけ方としてはでもこっちの方がはけるのか。第二球種を持った方が多分ね査定的にはいいと思うんですけどね。ちょっと待ってね、他に変化球を使う特能があるかどうか。ジャイロボールとか筋力足りてないかな俺。内角か、内角でも13だしな。火消しとか先発じゃねえし、あ、先発だしな。あ、経験点のさばき方的にはな。でも外技術が余りそうなんだよね、技術が単品で。まあいっか、ちょっとフォーク上げよう。で超スローボールが取れんのか、いるか。技術が余ってたら考えよう。とりあえずはいらない。うん、あと特殊能力だよね。はい、左っこ取っとこう。回復か。球速はちょっと145までしか無理かな。先制ストライク、あんまり精神を使いたくないんだけど、もうここまで取るとそうも言ってらんないよね。そうも言ってらんないか。対左でもう一回技術を吐いとく。でちょうどコントロール A にはできるか。精神がゼロになるけど、じゃあ超スローボール取る、いらないけど。いや取ろう、もうちょっとチャレンジでね、なんか超スローボールを持ったキャラで三振を取るっていうのがたまに出てくるからね。そういうやつのためにこいつは超スローボール要因として置いとくか。回復、あとは緊急登板とかは関係なさそうだからね。安全圏、リードが開けば開くほど能力アップ。先制ストライクか。先制ストライクっての最初だけだからね。球速を1個開けとこう。タイピン取るか。タイピン取ろう。やっぱ技術がちょっと余っちゃったけど、それはもうしょうがないよね。よし、なんか野手で使えるのある？技術だけなんてあんのかな。特能でも技術だけなんてないよね。まあこんな感じか。というところで、まあ、ちょっとね今回友澤くんと守くんが金徳を失敗しちゃったのであれですけれども、あとね技術がね200ポイントくらい余っちゃったんで、まあもったいなかったかなとは思うんですけれども、やっぱシラスはね普通にね強いですね。まあ野手の場合はねサクッと試合を進めて何のストレスもないんですけど、投手はねちょっと時間かかっちゃうのはまあしょうがないところはあるかなというところで、まあ、強いキャラを作れるのは確かなんで、まあ、他にね高校の強化が来ない限りはまたシラス中心になると思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。